あった、ついに今までってか昨日ぐらいまではすっぴんでも前髪を毛先だけでも巻くぐらいはしていたんですけど、ついに前髪さえ巻かなくなってしまいました。明日波動頑張ってね。ありがとう、頑張ります。やばいダリアさんお疲れ、ありがとう。竹取くまさんかわいい、ありがとうございます。はあ、このまま行くと来月はもう寝癖ファイヤー配信、それな。うん、18日昼一本、おお、昼一本釣り狙い当たってほしいね。それは当たりますように。怪我しないよ。確かに明日波動なんですけど、波動怪我するかな、怖いな。イースタさんお疲れ、ありがとう。愛知のいちごさんありがとう、ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうです。瞳以外に玉入れないからね、最高。頑張んなきゃな、怖いな。なんかチーム A の総合優勝かかってるみたいな日でしょ明日。絶対無理なんだが。オンさん、セリカさん、オンさん、セリカさんって感じです。小次郎さんアイスありがとう。優しい、顔面を強すぎて明日からも元気に生きれそうです。本当にありがとうございます。でもまつげパーマしてからちょっとあれですね、このカールタイプのまつげパーマいいですね。なんかパリジェヌよりもちもいいし、顔が華やかに見えるわ。波動で筋肉痛にならないようにはね、なると思う、もう。うん、絶対なるよ筋肉痛。かなりの長丁場だから頑張ってね。なんかそうみたいだね、波動自体。他の人たちのさ試合を見てる時間もあるだろうけど、3時間ぐらいあるんでしょ。でその前にうちらは多分練習とかもするだろうし、なんか明日は一日が長そうだけど頑張る。ゆきんこさんお団子ありがとうございます。まるちゃんかわいい、ありがとうございます。チャキはチーム A の最終兵器なので期待してます。やめてください、怖いです。とっても怖いです。私結局練習に行ってないです、やばい。遠くから応援しますね、ありがとう。応援を感じながら頑張るね。おのじゅんさんお団子ありがとう。すすきもお団子、お団子。1試合は80秒なんだけどね。ね、そう、1試合は短いんだけど、なんか長丁場だよね。ナックさんファイトありがとうございます。頑張ろう。現地で応援します、ありがとうございます。頑張ります。できるかな。できるかな。ヤンさんファイトありがとう。波動って練習しないとできないの？だって。いやそんなことはないけど、まあなんかリハーサルだよね多分。明日はリハーサルがあるって感じでも、まあリハじゃないや、練習してる人もいるみたいだけど。ゴーグル外して
攻撃はやばい、当たんないわあれは。ゲームセンスはピカイチのはずですから、チャケさんだって。確かにセンスはあるはず、できるはず。練習でちゃんと理解しそう感はある。まあシステムとかそういうなんかゲームの設定とかのあの反応の速さは多分さすがにゲーマーなんで強いと思うんですけど、スポーツができないからそこがちょっと問題だよね。あのゲームは得意なんよ、ただ球技は苦手なんよ、そこが問題だよね。私ドッジボールは1人目で当たって外野に行ってあとは暇しておくっていう人間だったからさ、ちょっと球技に問題があるからちょっと分かんない。ただ痛くないならできるっていう感じ。バタさんファイトありがとう。ちょっと困ってるのはそこ、球技はちょっとマジでセンスゼロすぎるから、あれゲームじゃなくて球技だったら私終わるよ明日。本当にそう、物が飛んでこないからまだいける。物が飛んでくるって思うと怖くて早く当たってやめようって思っちゃうけどライオンチャンスあった今、本当にごめんなさい。モノジュンさんハートありがとうございます。ボールが飛んでくるようで飛んでこないから球技じゃないと思い込む。そうだね、よしうわー分かんない、とりあえず頑張りますわーヘンリー・オートさんありがとうございます。お団子10個、お団子だらけだ。アチャ&スザンヌさん結婚してダメです頑張ってはいいんですけど結婚はしません。本当のボールなら AKB 突き指だらけだって、やばい笑った本当のボールだったらもう参加さえできない私は多分。結果どうあれ楽しもう、まあね結果どうあれ楽しもう精神でいきたいんですけど、私は多分なんかチーム A は総合優勝、その日の優勝と総合優勝を多分あのかけてるみたいなところあるんで、ちょっと怖い私自身は楽しんでいこうって思ってるんですけどちょっと怖いケンジさんありがとう、ススキ愛知のいちごさんファイト、いいねありがとう、結婚してダメです。明日に総合優勝の景品が分かるのかね、分かんのかな、さすがに明日分かんないとね何なんだろうってなりそう。聞くところでは K のありがた口キャップの意気込みっぷりがすごいらしい。え、そうだよね、なんか2回ぐらい練習行ってない、びっくりするんだけどやばい、なんか体育祭ガチ勢のなんか陽キャみたいじゃないですか真中さんなんか私と真逆の世界線を生きてる人間だよ真中さんすごい、そう私はあの体育祭でも長袖長ズボンジャージを着て、
観客席に座って日焼け止めを永遠に塗りながら頑張れって言ってたぜの陰キャだからそうそう、あのま頑張りまーす。ローさんお花ありがとうございます。そう、長袖長ズボンジャージ頑張れって言ってる。日焼け止めもシールドになったらいいのに、ほんとそれな。そしたら私は15分に1回ぐらい塗り直してたから、多分シールド永遠に貼れた気がする。はあ、まあ確かにゲームは得意分野なのよ。ただスポーツが不得意分野なんだよね。あの波動が私にとってどっち になるかによるわ。明日やってみて、あこれはスポーツだと思ったら終わりだし、あこれはゲームだって思ったら得意なんよ。あー明日行ってみないと分かんないなあーどうしようどうしようあーやばいやばい、頑張ろう頑張ろう。まあまあ行ってみてやってみれば分かる話。あとは最強総監督さんが いてセリカさんもいるから、あのお二人は最強だと思って私はついていきつつ力になれるように頑張ります。ビンさんファイトありがとうございます。ギナンチャさんかわいい、ありがとう。自分を超えろ、チャケザダイブダイブダイブしていいのかな、わかんないけどまあ明日は頑張るね。明日は波動の一日になるので頑張ります。アプリでも応援してください。会場に来てくださる方ボールお願いします。てな感じで明日の流れはちょっとあんまり自分でもはっきり分かっていないんですけど、とにかく私はチームのために頑張るだけだと思ってるので頑張ります。はい、ということでじゃあランキング読んで終わりにします。あーなんか緊張して寝れないな、やだな。最近緊張して寝れないことが多くてなんか寝不足なんですよねおー壇上読みます。13位小次郎さんありがとうございます。12位キミさんありがとうございます。11位ギョルミョンジェタさんありがとうございます。10位ズンタワーさんありがとうございます。9位翔太くんありがとうございます。8位トッポギさんありがとうございます。7位今日もダメですかさんありがとうございます。6位イーストさんありがとうございます。5位ナックさんありがとうございます。4位ヤンさんありがとうございます。あー変わっちゃったやばい。翔太くん、キミさん、トッポギさん、イーストさん、ズンタワーさん、8位ナックさんありがとうございます。7位ヤンさんありがとうございます。6位ギョルミョンジャチャさんありがとうございます。5位今日もダメですかさんありがとうございます。4位オノジュンさんありがとうございます。3位ヘンリーオートさんありがとうございます。2位ダリアさんありがとうございます。そして1位は愛知のいちごさんありがとうございました。ギリ間に合った。おやすみなさい。明日は早く起きて体を整えてストレッチしていきますバイバイ、じゃあね、おやすみ。